大崎市は大雨による土砂災害の危険性が高まっていることから午後6時に鬼神戸地区の339世帯725人に対し高齢者等避難の情報を出しました5段階の警戒レベルのうちレベル3にあたる情報で高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるよう呼びかけています大崎市は鬼神戸地区公民館に避難所を開設しています 大崎市は鬼神戸地区に高齢者等避難の情報を出し高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるよう呼びかけています。